2008年に中国・北京で開催される夏季パラリンピック出場を目指す選手の強化合宿が阿蘇市で4日間行われるにあたり、日本身体障害者陸上競技連盟の役員と3名の選手が合宿初日の9月6日阿蘇市長を表敬訪問しました。昨年行いましたフェスピックという大会、先日行われた世界陸上大阪大会の1500メートル競技で銀メダルを獲得した副島正純選手はメダルを手に市長室を訪れ、佐藤義雄市長もその重さに感動していました。選手たちもこの阿蘇の自然環境の中でいい状態を作り、パラリンピック北京大会への出場権を獲得したいと熱い意気込みを見せていました。台風もちょうどそれてますからね。こちらも